お疲れ様でーす。はい、皆さん、ブラサム先生、最近めっちゃ面白いYouTuber を見つけたんですよ。ミヤトフィルムっていう芸人さんがやってる、オミュータンツチャンネルっていうのがありまして、で、そこでこのミヤトフィルムさんっていう方が、シュープリームというね、ストリート服のブランドの、店員さんのモノマネを、シリーズでいっぱいアップしてるんですけど、これがまあ面白い。もう先生ハマっちゃって、ほとんどすべて動画見ちゃったんですけど、このモノマネどういうのかってざっくり説明しますと、このシュープリームの服屋の、一部の店員さんの、接客の態度が、我々日本人が想像す、常識で想像する接客態度から、かなり逸脱してるっていう、そこに、宮戸さんっていう方が目をつけて、シュープリームに行ったことない俺でも笑えるような感じで、動画を作ってるんですけど、で、まあ、その動画を見てて、ふと思ったんです。あれ？これ、シュープリームの店員の接客って、ニューヨークのマクドナルドの店員とタメはんじゃねえと。いらっしゃいませ。本日は店内でお召し上がりでしょうか。かしこまりました。ではご注文のお決まりでしたらお伺いいたします。はい。チーズバーガーセットですね。かしこまりました。ありがとうございます。ではお運びいたしますので、こちらの番号札を持ってお席の方でお待ちください。Yo, I can't believe that shit happened to you. No way. Next. To stay or to go?What? Hey, yo, can somebody translate what she's saying? I don't understand nothing. To stay or to go? Which one? What? One teriyaki hamburger and Sprite. Next.これ誇張でも何でもなく、マジでこれニューヨークのもうファーストフードの店員の接客って大体こんな感じですよ。今日の授業はなぜシュープリームの店員の接客態度は悪いのかっていうのをブラサム先生の独断と偏見、あともう勝手な推測と想像でお話ししたいと思います。まあ、実はですね、日本で我々日本人が普段当たり前のように受けている接客、まあ、例えばコンビニに行けば何も商品買わなくてもいらっしゃいませありがとうございました。で、店員は当然のように敬語で、客がタメ口で喋ろうとも店員は敬語で使ってくれる。こういうのがね、一歩日本の外に出ればもうありえないんですよ。まあ、逆に日本のこういう接客の方が海外の人から見たらもう常軌を逸してるんですよ。僕、留学当初、ニューヨークのマンハッタンにある英語学校に行ってまして、で、ある時、そのクラスの担任の先生がね、こんなことを言ったんですよ。なんか、留学生のみんなからよく聞くのは、マックの店員の態度が悪くてショックを受けたとか、もうマック行きたくないとか、そういう意見を聞いて先生びっくりしたんだ。先生、ニューヨーク出身だから、そんなこと思ったことすらなかったぞ。ファーストフードの店員は、そういう接客が当たり前だと思ってたんだ。一体君たちの国のマックはどんな接客をしてるんだ。この語学学校行ってた時、俺まだ留学して3ヶ月ぐらいだったから、まだやっぱ日本人の感覚残ってて、でマックの店員とかにすごいイラついてたのよ。やる気ねえなーとか思って。でもこのね、ニューヨーク生まれニューヨーク育ちの先生のこの発言聞いて、あ、そういうことかとスーッとね、氷が溶けてったように、なんか納得したのよね。で、日本人はちょっと想像しづらいんだけど、まずアメリカチップ文化があるでしょ。で、日本みたいな、お客様は神様みたいな謎ルールも存在しないから、まあ、ファーストフードの店員とか服屋の店員とか、まあ、ドラッグストアの店員、スーパーの店員とかはもうどんだけニコニコ笑顔で接客しようが、めっちゃめんどくさそうにだるそうに接客しようが、みんなもらえる給料一緒だから、まあ、そりゃ、もう自由に、自分がやりたいようにやるわなっていう感じなんですよ。で、客も、それが当たり前だと思ってんの。スーパーの店員とかに、そんな上質なサービス誰も求めないのよ。シュープリームはニューヨークだと、マンハッタンとブルックリンにあるみたいで、先生、ニューヨーク住んでたんだけど、行ったことはないんですけども、おそらく、日本のシュープリームで働いている店員さんは、やっぱり自社のブランドが生まれた国の文化とか、そういうものとかに憧れてる人が多いと思うんだよね。で、多分、ニューヨークとか、ふらっと観光で1、2週間行って、で、シュープリームのね、ニューヨークの店とか、あと他の服屋とか行って、
あ、こういう感じの接客なんかこれ日本でやったらクールなんじゃねとか思ったんじゃないでしょうか。もちろんあの向こうは接客業だろうと、もう英語だから敬語なんてものはありませんし、のっけからめっちゃフレンドリーに話しかけてくる店員もいるんで、ちょっと角度変えて、心理的側面からこの問題考えてみると、ネームバリューと多忙さによる勘違い、これがあんじゃねえかなと思うんすよ。まあ、さっき例に出した、ニューヨークタイムズスクエアのマクドナルド、そして、まあ、シュプリーム渋谷店としましょうか。この二つに共通しているポイントがあります。何でしょうか。答えは、二つとも超超超人気店ということ。あと、外国人客が多い。これですよ。言わずもがな、ニューヨークのタイムズスクエアというとこは、もう誰もが知ってる超有名観光地で、で、そこにあるマクドナルドっつったらもう、世界中から観光客がひっきりなしに訪れるわけ。マックの店員っていうのは、日本もそうだけど、もうほとんどバイトの若者ばっかりなのよ。働いてんのは。で、そんな中で、何の魅力もない、ごくごく平凡なバイトの若者が、世界でもトップレベルにネームバリューのあるマクドナルドっていう店で、しかも、その、超有名なタイムズスクエアっていう観光地の中の店にいると、あれ？これって私の力なんじゃない？だってこの英語もろくに喋れねえ観光客ども、私のさじ加減一つで、フライドポテトすら食べれないのよ？みたいな感じで、勘違いしてしまったんじゃないかなって思うんだよね。多分そいつら的にはもうここは天下のマクドナルドじゃい、客はなんぼでも来るんじゃいっていうことなのかな、ファックオフって感じなんだけど、もちろん優しい店員もいるんだけど、まあ、中にはまあ、特に外国人に対して見下してきたり意地悪したりする店員もマジでいますよ。これとかなり同じことがシュプリーム渋谷店でも言えると思うんですよ。超人気店でしょ、シュプリーム渋谷店で。外国人のお客さんが多い。なんか数年前にはその外国人のお客さんと、警備員とかモッシュをしてたっていう、まあ超ファンキーな現場だと、伺っております。まあそんな中で一部の店員が、まあさっきのマックの店員じゃないけど、ちょっとタガが外れたというかね、まあ変な感じでネジが外れちゃったのかな、よくわかんないけど、シュープリームストリートブランドだから、もともとなんかこう社会に中指を立てるような人が着るべきブランドではあるわけ。これがなんかの間違いで超人気ブランドになっちゃったっていうわけなんで、まあ、そのギャップはあるかもしれない。個人的には僕タメ口とか全然気にしないんですよ。もともとなんか自分がそういうの嫌でアメリカ行ったっていうのもあるんで。で、アメリカに住んでから日本のそういうやっぱ礼儀とかを見ると、やっぱ日本のいい部分もめちゃめちゃ見えてくるわけ。どっちがいい悪いっていうのはね、言いづらいんですよ。まあ、でも日本がこれだけもう未だになんかお客様は神様的なルールでやってる中、シュープリームの店員だけそういうタメ口でオラオラな感じだと、もうちょっと急に言ったらおめってびっくりしちゃうから、一つ提案があります。最後にシュープリームの店の入り口に貼り紙して、当店の店員はブランディング維持のためタメ口でアメリカンな接客をさせていただいております。書いとけばもうこれ解決でしょ。シュープリーム日本支部の社長さん、これ見てますかね。ブラサム先生も接客経験が長かったんで、ぜひ接客アドバイザーとしてシュープリーム採用してください。お願いいたします。お疲れ様です。